はい、田川地域の印象ですか、田川地域の印象はズバリこれ、陸の孤島ではなかったということですね。皆さんが思い浮かべると多分田川っていうところは結構こう田舎っぽい雰囲気はもう本当どっからも交通の便が悪くてこう陸の孤島感があるんじゃないかと思ってると思うんですけど、実は、田川とかいうその筑豊地区は福岡の結構真ん中の方にあって、小倉の方にも行きやすいし、福岡市の方にも行きやすい、久留米の方にも行きやすいっていう、しかも結構こう1時間程度で どこにも着くっていう、意外とこう陸の孤島ではなくてこういろんなところへのアクセスがしやすいっていう、そういう地域 です田川地域の印象は最初はちょっとやんちゃな人とか多いのかなって思ってたんですけど、住んでみたらとても優しい人が多くて穏やかな印象が、住みやすい印象があります。田川地域の印象は自然がいっぱいあることです。ここに来る前までは炭鉱の町って聞いてたので、なんか煙が立ち込めてる感じがするのかなって思ってたんですけど、来てみたら空気も綺麗で、自然いっぱい、動物とか虫とかいっぱいっていう感じです。